ありがとうございます。神宮寺隆法です。本日は霧島のアカペラ歌手、神宮寺隆法の第6作になります。歌は北上役夫です。僕は えっと、昭和40年代に、えぇ、ー、鹿児島市内のお男子校を卒業したんですが、卒業のお時のお社会科の最後の授業で、社会科の先生が黒板に 北上夜局の歌詞を黒板に書きました。そして最後にこの歌を歌おうと言った時に、なんだ歌かという気がしたんですが、先生が真面目な顔をしてこの歌を最初に歌って、 そうですね。3回ぐらいその時の授業で歌ったんじゃないでしょうか。あれから50年。その社会科の先生の授業は覚えていないんですが、この北上屋曲の歌だけは頭の中にインプットされてしまって、今でも時々思い出す時が あるんです。高校生活を思い出すことがあるんです。今日、北神屋曲を歌いますが、この歌は、昭和16年2月、まさに日本が戦争に入ろうとしている時に生まれた曲なんだそうです。 最初は誰が歌詞を作ったのか、誰が曲を作ったのか分からずに、ずっと来たそうですが、昭和30年代に名乗り出る人がいて、北上野曲は当時18歳の菊池の美さんが作詞、当時、 17歳の安藤む夫さんが作曲したことが分かったんだそうです。この歌は先ほどもお話ししたように僕の高校生活の思い出の歌になってしまいました。あの時の 社会科の先生はもう生きていらっしゃらないかもしれないですね。なんかそんなことを考えると、胸にじーんとくるものがあります。この歌はとても優しい歌です。歌いたいと思います。にーおーいー。 優しい白ゆりの濡れているようなあの瞳思い出す はすたは北上川らの月の夜宵のとも灯びと 思い出すのは、思い出すのは、北上川笑のせせらぎよ。銀が、 の流れ仰ぎつつ星を数えた君と僕思い出すのは 思い出すのは北上川らの星の夜春のそよ風 ふくころにたのしいよるのくちづけをおもいだすのはおもい 出すのは北髪がの愛の夜。雪のちらちら降るよいに。 君は楽しい天を食え思い出すのは思い出すのは来た神 がの雪の夜、僕ぼくは 胸に姫思い出すのは思い出すのは北上河原の 初恋よ。今日も高齢者が歌を歌ってしまいました。聞きづらい点があった点はぜひともお許しください。神宮寺流鵬は あなたの幸せをいつも祈っています。ありがとうございます。